今さっき帰ってきた。あ、今日はもう愚痴ってやる。今日はクマさんとペンギンさんと喋ったけど、なんかクマさんはのんきになんか久しぶりに喋ったなとか言って、なんだよあのクマよ、久しぶりに喋ったなじゃねえよこれ。なんここで、ペンギンはあのペンギンが出てきた時に、教室からうるせえ、出てきた時に、はい捕獲あんた運動神経悪いな、かわいいな。でペンギンが教室から出てきた時に、あってなって止まってんよ、二人とも、私の隣におった子も。黒島俺出てきたら止まんなとか言って、なんやメガネが、この野郎メガネ、ただのメガネの分際でよ、メガネが本体のくせしてよ、ひどい。今日もモテてたで技術の先生ほんまにおもろいわフフフ、今日はココアです。でも暑いのでまだ飲めない。うるちゃうよ。どないしたん？どないもせへん。あ、犬がってこと？犬はおやつ欲しいんちゃう？ねえよ、あんたまたボンゴの時に食べるんやろ？あげへん、ひどいわ、ほんま。何が久しぶりに喋ったなや、のんきに。いや、ええこと別にない。今日走ってきたで、 1.5キロ。友達がな、私が走ったら、今日は友達も走ってんけど、走った日は残ってくれる判明した。嬉しいね。湯気出てる。今日めっちゃ寒くなかった？サクパンとミヒ応援してきます。いってらっしゃい、頑張って、全力で応援してきてください。無視、おやつが欲しいって言ってるけど、こういう時は無視なんです。な、吉本の醤油向きを出るんやね、思ったで。いいよね、本当に。なんで黒島は入れてくれないの。別に入れてもらえると思ったのでいいですけど。な、雪降ってた、ね、一瞬。じゃ寒かった、極寒で走ってたからな。なんか喋ってるポコ、可愛いけど、もっと寒かんねん。あー、ひどいわ、クマさん。まだ見てないんかな、あの人。仕事は後回ししすぎやろ。はよ返せよ、はよ返せよ。ペンギンはペンギンでな、あの人はめっちゃ早いけど返すの。諦めた諦めた、無視したら諦めんね。あ、あっち見たら吠えるから。あー乗ってきた、かわいい。はい、かわいい、落ち着いた。はい、落ち着いた落ち着いた。かわいいね、もふもふもふ、かわいいな、もふもふやな、かわいいな。うん、怠け者みたいな顔してる、かわいい。
明日は一発目から体育やったかもしれへん。うーん、なんでだよ。もうそろそろ髪の毛崩れる日があってほしい。もう体育なかってもマラソン走るし、ないある時体育がそもそもある日もあるし、髪の毛が毎日崩れる。やだねー。ね、ぽくちゃん。明日国語も数学もあるわ。体育も何してんの？柔道やってるのテストこの前終わったから、なんか固め技みたいなやつだ。柔道回るのとかは得意やけどさ、ベシーンってすんのがさ、受け身がさ苦手やからさ、ピシッってなんねん。本気でやってんだけどな、一応全力でその力なわけじゃなくて、叩くのが苦手やから叩かれへんねんけど。まあパワー加減は人によるのでってことで A にしてくれた。いや、キャッチーね、ポコちゃんね。柔道あるで。二重幅が均等？全然そんなことないで。全然違くない？中級オーディション始まったけど。アドバイス？黒島に聞く？そうですね。黒島に聞くか。そうやな。アドバイスな。まあ最初から、いや分かれへんな。分かれへんわ。まあ頑張って。ゆきのちゃんがラジオでさきちゃん、どっちのゆきのちゃん？ペットみたいにずっとついて、あはーんあはーんとか言って、新公園でやった。ちょっとくっついていってたわ。そういえばだって久しぶりにゆきのちゃんと出れるんやもん。ゆきのちゃんやってなった。嬉しい。ほんまにギブミーの時のゆきのちゃん天使かと思ったもん。妖精と思って、めっちゃ可愛かった。いやもう久しぶりにさ見てさ、しかもパステルでふわふわの衣装着てるからさ、もうハイタッチの時にさ、えもう妖精やん、どうしよう、可愛すぎるってなってさ、めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった。久しぶりやったからさ、一緒に出たのが、あー可愛いと思って、よかった。ほんま妖精やんと思って、めっちゃ可愛いな。あの愛に応えきれる自信がないって言ってた。確かに応えさせられる自信がない。いやだって久しぶり、やっとなあ、P2 以来出れたから嬉しい。ほんまにギブミーめちゃめちゃ可愛かった。しかもさ、なんかそのギブミーっていう曲もさ、なんかその卒業とかのあれやからさ、なんか B2 がさ、 B2 どっちも B2 なんやけど、数字の方の B2、 新 B2 ん旧数字じゃない方、どっちも数字やねんな、旧 B2 の方のさ記憶がさ、すごい蘇ってきてさ、あーかわいいってなって。そう、さつきの方はこっちの B2 やねん、で出口の方はこっち。ほんまにかわいい。いや蘇ってきたよね、全部なんかかわいいってなった。妖精やと思うもん、ほんまにめっちゃかわいかった。あ、そう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 、 B2 から B2。 今日は配信でめっちゃ勉強しようと思ってさ、課題持って帰ってきたつもりやったのにさ、持って帰ってきてなかった。何してんねん。
153cm の妖精、153なん？なんなら私もうちょっと伸びてる？もしかして156はあるねん。もっと伸びたんかな。桜ソングやから快活感がする。それは知らんけど、なんかな、卒業のあれやったからめっちゃ蘇る、ね、メンバー多いからゆきのちゃん見失ったから手振ってたって。ああ、そう、あれ新春特別の時か。あれな、あのゆきのちゃんが最初におったとこと違うとこに移動してて、おらんってなって、あれおらんってなって見回してたらゆきのちゃん座ってた、手振ってくれた。かわいい。迷子やったよ、ほんまに。人多い、どうしよう、おれへんくなったってなって全然座ってた。よかった。いや、やっぱり弾けはいいよね。迷子やった。今日担任の先生とさ、なんか今私4組なんやけど、クラスがなんか4組最近の雰囲気めっちゃいいよな、でももういいなって思った時にもうあとちょっとしかないねんなみたいなこと言ってさ、まあ大体そうよなと思って、なんかいろいろ思ってた。B2 もな、めっちゃ楽しいってなった時に終わりやからなって思い出してた。まあ、長く続くものではないですよねって言って、アンジュさんの可愛いエピソードで入れたよ。何？聞きたい。何それ、なんだよ、早く教えろよ。前置きいらんから。そんなアンジュさんの可愛いエピソード手に入れたって言っていらんって言うと思う。黒島が8期だけで婚してほしい。それな、どこ写しても可愛いんやろな。朝めてきた。ポコちゃん、ポコちゃん、お尻プリプリで可愛いね。あー、ルームス、あー聞いた聞いた。残念。もう知ってました、ルームスな入ったな。知ってました。まあ大人はすぐ1000円くらい出すからな。ペンギンもびっくりしたで、ライブのチケット買ってたもん。あのオンラインやけどな、配信チケットをライブの夏高の時初めてのライブで出るんですってなって担任に言ってたら、まあそれさ行けへん時とかもあるからさ、あのペンギンとかももちろん知ってるやん、だって国語の途中とか前とか後とかにさ教室から出てくんやからわかるやん。でさ当日な、本番の日とかも伝えててんよ、この日なんですって言って、なら、なんかペンギンがチケット買おうとしてたみたいで、その配信チケット、さすがに行くのはしてなかったけど、で買おうと思ってたけど買い方わからなかったんですよみたいなこと言ってて、担任と喋ってて、結局なんか職員室で見られてたらしい。恥ずかしい。スクショ送ってきたからな、送ったっていうか見せた。学校行った時に放課後やったかな、見てって言って、めっちゃ下手くそやけど撮ったねんって見してきた。あ、ペンギンじゃないで、その見してきたのは担任やけど、職員室で見るなよ、仕事中に見るなよ、恥ずかしい。しかもあれやからな、その時のユニット捕食者たちやからな、見るなよ、もう見るなよ。ヤバンナソフトクリームとかは可愛いよ。
けどな、ちょっと捕食者たちはやめてほしいな。ちょっとな、やめてほしいわ。あの頃は良かったよ。ペンギン野郎。バチバチ ANMP でワカニャンにゴムパッキンするときに、この子手加減知らないですって言われてた。アンジュさん？誰の話？アンジュさんかな。昔の映像でさ、ハリセンでさ、アンジュさんさ、なんかももかさんやったかな、ベシーンってしてる動画がさ出てきてさ、もう可愛すぎると思って。私ああいうの無理だよな。可愛いアンジュさん、あの頃は良かったよ本当に。ペンギン先生はよ、メガネ野郎がなんかちょっとこじんまりした気する。嬉しそうにゴム引っ張ってた。かわいい、かわいすぎ。無邪気よな、あんまりかわいい。あー、ランキング読みます。13位、 RC さんありがとうございます。12位、上田和樹さんありがとうございます。11位、鉄宮さんありがとうございます。10位、まちかねくきたるさんありがとうございます。9位、オレオーズさんありがとうございます。8位、マキコさんありがとうございます。7位、まさきさんありがとうございます。6位、スマタンさんありがとうございます。5位、せいくんさんありがとうございます。4位、やらけんちょびさんありがとうございます。3位、ケビンさんありがとうございます。2位、伊達ちゃんさんありがとうございます。1位、ジョンさんありがとうございます。ハッピーガールめっちゃ下がってる。58位や。まあいいか。はあ、ペンギンの野郎。まあ詳しいことはルームスに書きます。毎日私ルームスに書くねんな。なんかな、私話すの苦手やねんな。好きなんやけどまとまれへんから書いた方が早いねん。から書きたい人なのでルームスで全部書きます。もう地味に私さ、写真何十枚も送っててさ、動画も結構送っててさ、毎日ね、ルームスのアクティビティも毎日書いててさ、でもモメも毎日送ってんねんで。なんでこんな少ないなんでこんな少ないねん。え、もう誰よりも送ってる自信ある。いや、めっちゃ送ってんねほんまに。なあ、超送ってる。 TikTok も最近毎日投稿してるし。え、日記はさ、まとめて送ってしまうねんな。1枚ずつ投稿するのなんかめんどくさいねんな。けどだから4枚ずつくらいで送りたいねん。ちょうどいい。羊のTikTok かわいいやろ。あの羊もぐもぐしてた、かわいい。さよなら、バイバーイ。ココア飲みます、バイバーイ。あ、今こんばんはって言ってる。